久保さん、お正月セールは1月3日までと。なんかね、アマゾンがね、1月3日からやるんですよ。で、僕ね、アマゾンでもうもう、歌舞伎満々なんで、もうお気に入りリスト、買い物リストにガンガン入れてるんですけど、<laughs> 早く3日になんないかな、みたいな <laughs>。すごいですよね。もうなんかもう、なんか早く3日にならないかな、みたいなね <laughs>。僕すいません、僕のお正月セール3日までなんで。アマゾンは、アマゾンよりは先にね、やるっていうね。そう。 3日までです、僕のお正月セールはね。だからまあ、あの久保さんが言う通りね、僕はまあ、もうビジネス始めてからもう十何年ぐらいですか、実際にその、まあ最初は僕カスタマーサポートでちょっと会社でやってたんであれなんですけども、まあ実際にその販売プロモーションにこう関わるにようになってもう十何年以上ですか、お正月はね、ずっとセールスしてたんで、 うーんー、なんかお正月にセールスしない人っていうのは、なんか仕掛けない人まあ、あそのセールスしなくても無料プレゼント企画をやる。要は次の販売につなげる。何かその、イベントですよね。をやらないっていうのは、お金ほんと稼ぎたいのかなっていう <laughs>。だって本当にどう考えても、1年に1回しかないんですよ。このお正月っていうのは。クリスマスもそうですけども、あのー、1年に本当に1回しかないんですよ。特別な日なんですよ。特別でしょうね。どう考えても。 チラシをワクワクして読むとか特別じゃないですか。こんなんなかなかだって売り込まれてるのにワクワクして見るってやばないですか。これはねで、しかもね、クソ寒い中ですよ。クソ寒い中、お正月セール並んだりとかするわけじゃないですか。ね。なんか早いとこだったらね、その、なんだ、朝っぱらからお店あげてるとこもあるわけじゃないですか。ね。で、整理券配って。だから僕はまあ本当にお正月に関してはビジネスチャンスでしかないので、 ここでいかに勝負ちゃんとしてるかしてないかっていうのは、まあ、正直ほんと1年の、うんなん、ですかね。あのー、もうこれでもうそもそも勝負決まってんじゃないかなっていう、久保さんが言う通りで <laughs> え。そうそう、久保さん、これね、今回ね、お問い合わせがありまして、すげえ面白いお問い合わせがあったんですけども、まあ多分ね、このお問い合わせはね、多分もう奇跡のお問い合わせなんですけど、うん、吉野さんとお正月セールの、セールされてる商品、 僕持ってますと。僕持ってますと。ただ、内容がめっちゃいいので、友達にプレゼントしたいんですと。なんで、あの、もう一回買わせていただいて、それをプレゼントす,することはいいでしょうかみたいな、お問い合わせいただいて。いや、18年もやってると、こんなお問い合わせがあるのかっていうね。だって、ぶっちゃけ、まあ、その動画でも言っちゃったんですけども。 まあ別にですよ。まあ URL とパスワード送っちゃえば別に、まあ僕に黙ってね URL とパスワード送れば別にそんなできるわけじゃないですか。だけどわざわざね、買わせてくれと。プレゼントしたいんでっつってね。いいでしょうかみたいなね。<laughs> なんかすごいですね。なんか18年もやってるとこんなお手策もあんだなみたいな。<laughs> うん。まああれは結構やっててよかったなっていう。うん。しっかりこうやっててよかったなって。普通多分ね、そういうお対策いが来ないと思いますよ。 自分は持ってるんだけども内容がいい商品なんでもう一回買わせてくれとプレ,プレゼントしたいんでってまあしかもねこれが本とかだったらまだ分かるんですよ物なんで本をプレゼントするってなったら本買わないといけないじゃないですかね自分でその印刷するわけねあれを全部表紙作って自分で印刷するとちょっと難しいので友達にそのいい本をプレゼントするっていうなったらその本を買ってなんかねなんかなんか 放送紙にグツンでてプレゼントみたいになると思うんですけど、コンテンツ販売って、まあ基本的に URL とパスワードなんですよ。そっか軸も URL とパスワードじゃないですか、多分。<laughs> いや、これでそれが来るっていうのは、もう本当に僕は、あり、その、奇跡だなと思いましたね。<laughs> うん。なんかや,やっててよかったなっていう。でもこれもまあ僕がお正月セールやってなかったら、まあそういうお問い合わせが来なかったですから。 まあお正月セールやっててよかったなと思いますし、まあ、ビジネス続けてるとよかったなとあこういうのもあるんだなみたいなだから僕は言いましたもんあのじゃあ,あの10人の友達に10人買ってください人分買ってくださいみたいな、ね、<laughs> まあ裏側の話もしたんですけどね、まあ、あの別にそのね僕に黙っていれば別にね遅れ,る遅れないことはないわけじゃないですかだけどおたやいただいたんでじゃあ10人分買ってくださいみたいな10人の友達に紹介してくださいみたいな <laughs> うん、ありがたいですね。まあ、だから、まあ、頑張らんとあかんなっていうね。うん、逆に、その気があの引き締まる思いというかね。まあ、今年も頑張っていこうみたいな話ですね。まあ、あとね、やっぱ、あの、コンテンツビジネス、まあ、サポートがめんどいって言ってやめていく人もいるんだけども、あの商品が作るのめんどくさいみたいな感じでやめ、あの商品作らない人もいるんですよ。で、これも僕は、 あの普通のね、やっぱそのまあ、副業感覚でやってる人が多いので、どうすかね、久保さん。iPhone とか毎、毎年もう14回リリースされてるわけじゃないですか。iPhone40 ですけども、1つの商品でも10、もう14回、あ、バージョンアップですよね。で、そのバージョンアップの中に、iPhone ミニとかね、iPhone プロとか、MAX とかね、<laughs> まあ、そういうせあのレパートリーもあったりとか、まあ僕、これね、a i r p o d s Pro、今年出た、まあ、久保さん持ってると思うんですけど、この、 黒さんが持ってるのは第一世代かもしれないですけど、僕あの今年出た最新のやつを買ったんですよ。こめちゃくちゃいいですね。もうマジ神です、これ。ノイズキャン、ノイキャンがなんか前回のモデルよりノイキャンが2倍ぐらいになったっつってね。こほんとすごいですね。こテクノロジーを感じたんですけど <laughs>、これ4万ぐらいしたんですけど、高いですよね。こ,これで4万かみたいな話なんだけど、すごいです、もう。っていう製品を、まあ、 企業は作り続けけてるわけですよねこれも昔の第一世代あったんだけど、それの2倍ノイキャン2倍ですって、第二世代 i p プロみたいに出しましたけど、iPhone ね、アップルがね。まあ企業さんっていうのは基本的にまあ新商品をこう投入するわけですよ。だってうまい棒もずっと売ってるけども、なんとか味とかなんとか味とかいろいろやるじゃないですか。ガリガリ君もそうですよ。ずっと売ってるんだけど、いろんなレパートリー出すじゃないですか。 だからまあ、普通の会社さんって何かその、んかやってるんですよ。なんか一個の商品をずっと売るっていうのは難しいっすよ。できないことはないですけども、超それ難易度が高いんじゃないかなと思うんですよ。うん。まあ普通に簡単なことやればいいと思うんですよね。うん。商品作るっていう。で、あの、僕はいつも言ってるんですけど、この商品を個人が作るのは超難しいと思います。どうやって作りますこれ。 プラスチックそもそもどうするみたいな。<laughs> チップどうやって作るみたいな。そのチップを作る、まあ、IC チップみたいなの作るの機械どうするんすかみたいな。<laughs> これ個人で作るの超、小倉さん作れますこれ。一から。これ一から作るって工場どうすんのかみたいな話で。一人じゃ絶対無理でしょうね。人件費必要だし。でもね、動画コンテンツは作れるんですよ。いくらでも。 商品は作れるんですよだからコンテンツビジネス、情報ビジネスっていうのは、この商品が簡単に作れるんですよ。知識をただその動画にするとかね。あまあ、昔は PDF だったりとかしますけども。だからそれに比べるとめっちゃ簡単じゃないですか。だけど、それがなんかめんどくさいみたいにみんな言うんですよね。いやいや、いやいや、じゃあじゃあこれ作ってみろよと。<laughs> これ一人で作れんよと。話で iPhone 作れる一人でっていう。久保さんも多分頑張ってもね。 一人で iPhone 作れないですよ。でも、そっか塾は作れますね <laughs>。ね、郷さんで <laughs>。だからね、ほんと僕はね、コンテンツビジネス、本当に、あの、他のビジネスと比較すると、マジで簡単だし、あの、なんですかね、利益率も高いし、在庫もいらんし。しかもね、在庫いらん商品で、パスワードと言われるなんだけども <laughs> い、今みたい、さっきみたいなお答えさまいただいたりとかね、すげえ、すげえですよ。ありがたい。 こんなビジネスを僕はまあいろいろもう見てきますけど見てきてます見てきてきますしえとこれからもいろいろ見てるんですけどもやっぱりまあ常にやっぱ思いますよねコンテンツビジネスがまあもう最強ビジネスの中ではもう本当に僕は最強だなとでビジネスってあのいろんなまあ目的意識だったりとかいろんなその なんんかか意味けけととあると思うんですけど僕はビジネスは一言で言うとどれだけ利益が出るかっていうところが僕はまあビジネスなんだと思ってるんですねなぜビジネスでやるのかそれ利益を出すため売り上げを上げるためなんだけど売り上げが上がっても利益が残んないためなんで利益をどれだけ残すのかっていうだか黒字売り上げ上がっても利益出てないんだったら黒字倒産ですよ でその、まあ、お客さんのためにとかいろんなそのなんかそういうのはあるかもしれないんですけどもじゃあそのおき利益が残らないお客さんのためにやっていて会社潰したら従業員はどうなるんですかみたいなね <laughs> いやうちの会社お客さんのためだと従業員は仕かだみたいなね給料はないみたいなね。<laughs> だからそれはまあまあ悪いことではないのでその悪いことではないというかそのお客さんのためとかね全然そういうのはいいのでまあそれはボランティアやればいいと思うんですよそれを主軸それをセンターピンとするんだったらねそれをセンターピンにするんだったらなんですかねボランティアすればいいと思うんでうん僕はビジネスやってるんで利益を出すってことですねただその利益を出しつつもあのお客さんにもしっかりと価値を提供していくっていうその相互の関係を提供して あのそのなんだ提供お金をいただきます、えー、その対価と以上のものを提供していくっていうことをこうやっていくってことですよねそう,もう単純にそれをやっていくっていうでも逆を言うとそのそれ以上の価値何かを提供しているから、まあ、今回のお問い合わせみたいなのを頂い,いたのかなとでもう商品持ってますとね今回のお正月セールの商品持ってますだけど内容品でもう一回買わせてくれと 友達にプレゼントしたたいいんですみたいなね、うん、まあ今回良かったっすね。これ,これは僕はこの人生においてこのやっとってこういう合わせもあるんだなっていう。ね、大体はね、これからも初心者でも稼げますかみたいな質問の割合の方が多いと思うんです、そっち系の人が。まあ今回の2023年はね、うさぎの飛躍のぴょんぴょん飛び跳ねようかなと思いますね。い <laughs> ってらっしゃい。